段差が素敵。すごいのね。ご案内、館内ご案内ご説明いたしますが、お風呂こちら側で24時間いつでもお取りいただけます。ぜひ戻ってきてもいつでも入れますので、はい、あの全部すべてかけ流しになってございます。はい、ではこちらです。お部屋はですね、こちらも奥のお部屋ですが、はい、お食事にも積まれている突き当たりのお部屋の方でご案内、はい、朝8時半でご案内いたします。そんなに？本当にそのエリアにがわーってピンクの花が咲くんですね。へー、これは見事。白になるんですよ。北アルプス。北アルプス。西側全部北アルプス。いやー、いいところ。すごくいいところですね。気持ちいい。アート国未来。上沢香織さんの新しい拠点の場所です。うわー、ほんとだ。道がある。道が、私よく登ったもん。ここの上に登って遊んでましたね。へえ、香織さんの遊び場。そうなんですね。足当たりなこといっぱいやってますよ。あんた、でも素敵。お賽銭箱の上に寝転がったりね。寝転がったりしてましたよ。本当ですか、うん、いい子供時代のなんか思い出。それ多くないんですよ。根元から二股に分かれ、さらに三股に分かれ、あたかも一家の繁栄を表している姿である。じゃ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 ーん。わあ、立派ですね。立派な木。そうか、ここでまあ分かれてるんだ。これがなんかこう家族の繁栄みたいなね、のを表している。すごい、見て見て。これだけを見ると一つの作品で、ここで孤独に描いてたもんね。青森っぽいけど。
邪魔します。うわ素敵。あ天井が高い。うらやましい。でピアノもあって。可愛らしい。はい。はい。ああ。あ本当だ。神棚と。おすごい何か本物ね本当だうわすごい素晴らしいです元のままの状態を元に整えたんですはいこれも天井も昔のはあそうなんですねガラスも今本当にないですねああもう全部のまま残して。私は生きる